京都市上下水道局は地方公営企業の一つで京都府京都市内で水道事業を行っているほか大津市、久美山町、八幡市及び向こう市に分水を行っているまた同市内で下水道事業を行っている2005年に京都市水道局と京都市下水道局を統合して発足した主たる水源である琵琶湖より導水のための施設で 琵琶湖にある取水口及び大津市内の区間を含め当局が管理している。ケアゲ浄水場その他の浄水場を京都市の人口比99.5%に下水道が整備されているが、初期に作られた約40%が雨水と汚水を一緒に流す合流式で大雨時に下水道管に処理能力を超える雨水が流入すると、 未処理のまま河川に排水する放出口が約80カ所あって、汚水やゴミの混じった雨水が流出することが問題になり、対策として堀川通りの地下に直径6メートル長さ2.7キロメートル貯水量7万立方メートルをはじめ、五条通りや過去に浸水被害をあった地域を中心に雨水幹線や雨水貯水池を順次整備していて、京都自然域では、 令和元年度末時点で50万7000立方メートルの雨水を一時貯めることができる。下水処理場を水環境保全センターと呼称している。浄化処理してから淀川水系に放流されるが、下流の阪神地区では再度浄水として使用されるために、京北町の京都市編入で移管された京北浄化センターを除き、通常の下水処理に窒素林を除去する高度処理を行い、 さらに、鳥羽水環境保全センター気商院支所、伏見水環境保全センターでは、有禅染めの色素を除去するために、保存処理を導入している。その結果 BOD は、国の基準、水1リットルあたり2 0ラムを下回る3ミリグラム前後まで浄化される。参考文献、京都新聞連載記事、潤いを届けて、 京都市水道100年2012年8月21日、掲載、8回死体、美しい水、京都市印刷物、第02602時号、K の、水だよりボリューム12京都市下水道90周年、京都市上下水道局技術管理室管理課2020年10月、発行、京都市水道事業、公共下水道事業、環境報告書2020京都市の COP3、 会議を開催するなど環境問題に熱心で再生可能エネルギーである太陽光発電システムを多数の公共施設で導入していて、その一環として上下水道局でも新山下浄水上、松ヶ崎浄水場鳥羽水環境保全センター、石田水環境保全センターに大規模なメガソーラーを建設して運用しているほか、本庁舎、渦政庁舎、色材防災センター、 南部営業所、東部営業所、毛上げ上水場、山国上水場、大原第一上水場で小規模太陽光発電が行われている。ありがとうございます。